はい、先ほどまでね、加藤和樹さんの、ボロ酔い、ね、ボロ酔いゲストで出させていただいてたんですがね、見てくださいましたか？皆さん、見てた？見てた？いやー、もう見てた？見てた？ごめんね、なかなか。ね、難しいね、女性のお悩みってのはね、なかなか困るよね、困りますね。そう、困るんだよ。ね、モテてたんだな。いや、全然モテてないですよ、僕なんて。はい、みんな、乾杯。乾杯。乾杯です。リさん、ごジャムストポイントおめでとう。乾杯。イエス。スポーツドリンクに見えるでしょ、これ。でもね、先ほど、の残ったお酒をね、せっかくなんでいただいちゃいました。ね、今日は。これはね、ストロングゼロ。ストロングゼロ。天海祐希さんが CM やってましたね。ストロングゼロって、いい声でやってましたね。真似はできませんが、ね。そうなんですよ、私。お酒は強いんです。だから先ほどの、飲ませていただいてたお酒ではね、全然大丈夫でした。でもね、意外と加藤さんってそう、お酒そこまで強くないみたいで、結構だから赤くなってましたね、加藤さん。でもね、明日、平方さんのレディーベスト、そちらっていうことでね、頑張ってください。コモ、ゴジャーメストポイントおめでとう。マーキー、こんばんは。イエス、今日自分でヘアメイクしました。どうですか？安定ですか？ありがとうございます。ね、安定のヘアセットですよ。OK?OK?OK? そう、このさ、あ、ケズイヤ、ケズイヤ。シャンパンタワーありがとうございます。シャンパンタワー入りました。感謝の気持ちを込めて、てんてんてん。このてんてんてんにね、行間というね、そこに気持ちを込めたいと思います。ありがとう。てんてんてん。はい、乾杯。ややっこ、ゴジャーメスターポイントおめでとう。えい。そう、最近なんですけど、僕、この T シャツ、ギャルソンの T シャツなの。ギャルソン、コムデギャルソン、わかる？わかる？ギャルソン。ね、ギャルソンのね、T シャツとかってね、結構なんかデザインがね、可愛かったりするんですよ。いろいろと。斬新なデザインとかもあって。そう、だから僕はね、本当は、おしゃれしたいなって思うタイプなんですよ。ね。思うんだけど、お洋服屋さんに行く、なんかもう、パワーがなくなってきてるっていうだけなの。お洋服屋さんに行って、店員さんと話すのがちょっと苦手なんですよ、僕。ね。だから本当はね、そう、パンツとかも買いたいの。下の。パンツとかも。でもね、この前、もっくんとね、話してたんだけど、この前って言ったらペダルの時だけど、でもまあ、パンツとかって、もう本当 H&M だったりとか、ユニクロとかでパンツはいいよね、みたいな話を、もっくんがおしゃれだったから、それでいいよねって言ってたから、じゃあ、H&M で買おうと思って、今度 H&M 行きます宣言。会っちゃうかもね、H&M で。あったらよろしく。ともこ、こんばんは。どこの？どこのでしょうか？どこがいい？どこがいい？一緒に行きますか？福岡店？なのか？ごじゃめしたポイントおめでとう。銀座？北海道？渋谷？原宿？新宿？名古屋？ただ、そんな、そっか、心斎橋いっぱいあるんだね。H&M って。あ、皆さん、H&M って何の略か知ってますか？ H&M 何の略か。マーキー、こんばんは。あ、マジか。知らないか。いやいや、僕も知らないからちょっと聞きたかったんだよね。僕も知らないんですよ。知らないから聞きたかったね。みんな知らなかったね。今度聞いとく、もっくんに。だから今ちょっと
今だけの名前決めよう、A チャンネルの。ちょいちょい言ってくれた、あの、広瀬&もっくん。Yes? あ、広瀬&まきちゃんいいじゃん。広瀬&まきちゃんもいいけど、でも、広瀬&もっくんにしようか。うん。いや、僕ね、一人で、いや、これも一人でお買い物行きましたよ。この前、稽古終わりで。でもね、なかなか、お洋服屋さんってね、パワーがいいよね。うん。だから、そうそう、最近ね、あさみんちよ、ごじゃめしたポイントおめでとう。荒木くんと結構ね、帰りとかよく一緒に帰らせてもらってるんですけど、荒木くんも本当、おしゃれじゃないですか。もう、独特なファッションセンス持ってらっしゃいますが。荒木くんみたいなね、ちょっと奇抜なファッションもね、いいよね。でも荒木くんさ、もう首からさ、もうこんなぶっといボーンって、ぶっといボーンってやつをしてるんですよ。ネックレスとか。それ、肩凝りませんかって聞いたら、うん、凝るねって言ってた。あ、やっぱ凝るんですね。でも、あ、でもちゃんと、でもね、そういうのもおしゃれとしてね。してるわけだからね。さすがですよ。え、もっくん高いデニム買ったって言ってた？あ、おかしいな。違うこと言ってるだ、あいつ。しょうがないね、それは。あ、分かった。もっくん俺をね、落とし入れる作戦だよ。うん。まあ、ちゃんとんは別にいいや、ジャージでいいやって思ってる口かもしんないね、もっくんも。そう、でもね、そう。僕ちにね、稽古場にね、ほぼジャージで行っちゃってるんですよ。ほぼジャージで行ってんのね。だ最初みんな戸惑ってたんですよ。周りの子たちが。え、ジャージで来たの？みたいな。でもね、もう何も言わなくなってきた。もう、安定だねって。安定だねって言って。そうそう、ジャージで行く。でもね、ここだけはモックの話多いけど、モックもね、ジャージで来ることがあったの。で、え？あずき、ごじゃめしたポイントおめでとう。モックン、え？モックン、え？って俺、モックンがって思ったの。モックンジャージで来んのって言ったら、え、俺も全然するよみたいな。だって着替えのめんどくさいじゃん。